はい、どうもクゾです。結構イブラヒムとは仲いいんでね。はい、イブラヒムとは仲いいです。お願いします。何も言うてんぞおい。何も言うてんぞ。はい、どうもローレンです。はい、イブラヒムさんとはなんか多分めっちゃ仲悪いと思われてるんですけど、みんなからは実は一見、ね、まあ仲いいです。よろしくお願いします。あの一見で、あのね、大喧嘩したあの配信以降ね、大喧嘩。はい、ごめん、エクサルブです。そんなコンプしてねえわ、野球部だった。よろしくお願いします。まあ、イブラヒムとは仲いい方かなと思ってます。頑張ります。一番ふわっとしてるのやめろ。はい、フレイルスタリオです。なんか普段あんまり喋んないから当てれる気はしないんですけど、頑張って考えます。はい、よろしくお願いします。他人ですか。いやいや自信あります。今日イブラヒム側がある。答えやすい。俺がイブラヒム側やります。どういうこと。どういい球投げれるってこと。ロレあたりは結構本命やね、うん、俺の中で。で、まあ、XR 病あたりは、まあ、他人に興味ないから。いや、自分で呼んだんだよね。間違いない。で、まあ、香辛料でクズ肌ね。スパイスなんだ。なんか OKOKOK スパイスね今日。まあでもグレーンはまあ同期だから、まあ平均点はなんかくれる。ギリで呼んだみたいな扱いされてますけど大丈夫っていう、まあ元を呼んだけど、いけそうならキャリーしてほしい。余裕だよ、まあ、キャリーしてよ。キャリーはキャリーする。ご年齢は。おじゃあおーイージーイージー出ました。出ました。イージーイージー。こんぐらいにしとくが。どうやらにしとくってなんだよ。うーん、まあ、今日はこんぐらいにしとくわ。1問目だから。じゃあクズハ君から開けていこうかな。クズハ君オープン。27歳。27? めっちゃいい。国内めっちゃいい。まあ、じゃあ続いていきましょう。ローレンオープンしていきます。はい、ローレンオープン。トゥデイズイブラヒムエイジ。なんてちょっと発音が良すぎて全然聞き取れなかった。ごめんネイティブすぎたわ。ちょっと25です。25歳やめて。エビオオープン。25歳、はいはい、まあさすがにね。さあこれね、フレンが25歳の場合、クズハ君が泣きを見ることになるんですが、どうなるんでしょうか。フレンオープン。おっとシャーはいはいはい。おっとこれは計算間違えたか。あれ計算間違えたかもしれないかな。自分で思ってたんだけど、さすがに同期の人が間違えるわけないから。いや、そうですよね。多分私合ってますよ、さすがにね。多分私が合ってるはず。年齢を知らないままね、多分2人が計算間違えてると思う。あ、さあどうなっていくんでしょうか。インタビュー開けていきましょう。インタビュースタート。イブラヒムさん、はい、まずはまあちょっと簡単なことから、あのご年齢を伺ってもいいですか。はいはいはい。あ、年齢はですね、25歳に去年なりました。イブ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 、そうだよな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 。まあまあまあ、2人に2ポイント、ローレンとエビオニに1ポイント。1ポイントずつ。はい、おめでとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。何になるとかないです。まあ、エンタメね、エンタメ、エンタメ。まあ、こんなエンタメにしては、まあ、ね、エンタメにしては1問目遊ぶもんね。まあ1問目遊ぶ、こんな遊べてない。1問目遊ぶもんね。みんなは遊べてない。全然。オッケーオッケーオッケー。ヒートヒート。今日こういう感じだからさ、楽しくやっていこう、楽しくやっていこう。こういう感じだからね。オッケーオッケー。まあこっからじゃない。あなたの口癖は。うわぁ、いや、イージーイージー。えぇ、まあ複数ある中の何個でも答えていいことにするか。だるいだるい、1個にしよう。だるい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 。やばい、いくらでもね。だるいでも書いていただいて。生まれすぎ。僕ないけど、うん、俺のこと知りすぎ。さあ、そろそろいいかなと思いますんで、開けていきましょう。じゃあ、ローレンから開けようかな。お、はい。ローレンの回答オープン。こちらです、はい、っていうのがあるんだって、はいはい、だとか、やっていい、いった、はい、え、何それ、これうわ弱いね、面白そうみたいな。少ないこれ弱いんだ。何弱い、これより書いてる。なんか左から青い質できた。俺は質できた。良いですか。質できた。じゃあちょっと質できたクザー君開けていきましょう。クザーさんオープン。だって言ったんだとかで、質の不動峰。不動峰って。いや、ぐらい今すぐ不動峰中の話するから。ペニプリ好きすぎだろ。なるほどね。いらねえよ不動峰。これ質かな。さあ、見てて、スパイスやん隣。できるでしょ。過去なんか刺激中。じゃあ先フレン開けようかな。はい、フレンオープン。だとか具合悪い、うん、イージー一旦ね、まるまるしたっていい。あと近いね、みんな。なんかナルトの内容で喋る。なんか
それはサスケが丸々したやつそれは口癖じゃなくてそれは口癖ではなくて絶対ナルトで例えるなんかみんなの中のイメージイブラヒムちょっと痛いオタクみたいな漫画で例えるコーナーだよねさあ、まあ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 、X 開けていきましょう。エビオの回答オープンはい、待って、どういうこと、どういうこと怖い怖い怖いえ、ごめん、俺らがハヨハケイオケイって聞いてもオケイって言うよハヨケイオケイって言うわダノエイコーだけなら言ってるの誰にでも当てはまる果たして大量得点できるんでしょうか。インタビュールーム移りましょう。インタビュースタート。ちょっとイブラヒムさん、自分で回答させるっていうのもあれなんですけれども、はい、あなたの口癖は何でしょうか。いや結構これ結構あって、はいはい、いくらでもいいですよ、まあ、本当無数にあるんですけど、代表作で言うと代表作作品、まあ、ないないだとか、おおお、まあ、あーだこうだ、それで言うとさすがの俺もあとプリって言ってる言われてみればっていうのがあんだっけとかも、うん、まあ、だるい時言うし、俺がだるい時、はいはい、あれだるい時のだるいノリの時ね、だるいノリ結構言われてるわ俺不動だるい今後使いにくいよそれ大丈夫、なんか気分的にだるいというか俺がだるい感じの時、俺のことがだるい時、ね、とか不動峰はダークホース現れたら絶対例えで不動峰を出す、すぐ不動峰だ、ね、中のやつらがって言うからこれはちょっと4人に順位つけてポイント増やしてっていいですか。おてか4位はもう決定してるよね、だって4位で OK 4位は、まあ、XRB を0ポイント、いや言ったことあるでしょ絶対全部エビオが0ポイント、はい、まあ浅さで言ったらフレン3位の1ポイントフレンが1ポイントうわ不動峰熱いからローレン2位の2ポイントのクザ3ポイントスパイシーすぎるスパイスが今来た人生で尊敬する人物はと思いますよ。ヒントヒントですか、うん、ヒントこれ出せるか、ヒントありなんだうわー通ったな、はい、じゃあ例えばだけど実在する人か否か、実在しててほしいけどなちょっと待って、欲しいじゃあ、はい、まずはエビオとフレンを2人とも開けていきたいと思います。2枚同時はどうなん、ま、2枚同時でオープン。おーだよね、なんでなんか歴史上の人かなって思った。なるほどね、うん、なんか信長っぽい、もうイブラヒム自体歴史好きっぽいもんな。さあローレン回答あげていきたいと思います。ローレンの回答オープン。縦穴式住居を作った人これ当たってるんですよ、確定で当たってるんですけど確定で当たってるイブラヒムさんってその建築いろんな、はい、見てるじゃないですか、はい、あのマイクラとかそうですね、そうだから土台下げっていう技術があって、はい、それを求められて面接で二次三次入れたんですよ俺。土台下げで二次三次入ったから土台下げその技術がすごすぎて二次三次入ってるんですよ俺。面接でパソコン持ってったアークやったし、そうなんだ。だから縦穴式住居作った人がめっちゃリスペクトしてるんじゃないかなって思って確かにあるな、熱い回答ですね、土木系だったんだね、あるんだこれがじゃあ最後開けていきます。クザー君の回答オープン。マン、まあ、あー思った、お母さん。でも実在しててほしいは失礼すぎると思う。いやそうなんだよね、実在しててほしい、すごいスパイシーなスパイシーな人生の可能性があるから母親ってことですよね、うん、要はね、まあちょっとスパイシーにかけたね、スパイシーかけた、あーかけたんだ、これだいぶ質感あるぞ。さあということでこの中に正解あるんでしょうか。実在しててほしいというヒントはヒントだったんでしょうか。インタビュールームオープン。イブラヒムさん、はい、つかぬことを伺うんですけど、はい、人生で尊敬する人物っています？これはですね、はい、まあ、私のその人生というか、はい、まあ、生き様というか、長くなりそうだでですね、聞いてちゃんと聞いて、まあ、多大なる影響を及ぼした人物、はい、まあ、それはですね、はい、まあ、父親ですね。え、いやー、俺はということで正解は父親でした。
えダッド、まあ、俺が石油王であった理由は、まあ、父親にあるわけで、うんうん、ね、イブ、イブの土台下げの事実ってだからこの石油屋がお前かみついてくんのお前は一番かみせないそれでやったら土台下げの解説動画を出したYouTuber とかそれになってまあ今のイブラヒムを形作ったと言っても過言ではない、はい、だからまあまだ生きてたらいいなという意味で実在したらいいなっていうだいぶスパイシーだったんだ、そういうスパイシーだな、そっか、ね、これだけは絶対に食べられないものは、はい、あ、トップバッターはね、じゃあ草さんの回答オープン、土あーね、土あんま食いたくないっしょ、まあ、食いたくないな、確かに食いたくないか、急にやる気なくなったこれだけは食えないものは土多分そう答えたはず。まあまあまあ、そうですね。ローレン開けようかな。はい。ローレンの回答オープン。野菜っす。野菜。うわ、広いな。野菜。野菜何個だなって多分言ってる。ふわっと。そんな口尖らしてたの。野菜系はなーって。そうだった。で、X 開けていきましょう。はい、エビオの回答オープン。トマトです、うんうん、トマト、野菜よりもまあだいぶ具体的です、野菜よりもさらにね縮めてるから、あ、まあまあ割とピンポイントだよね、そうそうそう、なんか意外とこう見えて子供っぽいとこあるんで、おうおう、うん、意外と、うん、トマトオッケーって言ってると思います多分言ってねえよ、オッケーは言ってねえよ、オッケーって言ってると思います、オッケーは今まで言ったことねえよ、収穫してるやん、そう、楽しいね、農家の人が農家の人が朝起きてなトマトなってるじゃんっていう反応だもんね、オッケーって、トマトなってるじゃん、オッケー、受けすぎ受けすぎ受けすぎ、フレン最後開けていきましょう、フレンの回答完成するかも、最後で絶対はない、あまさかの、ひねくれ、絶対に食べられない、いいそうね、あることはなんかこれ食べないと死ぬぞって言われても食べないってことだから、うん、そんなことはない、そうなれば誰でも何だって食べれるっていう、絶対はないよね、絶対はない、インタビューするイライラするでこんな言われてなんかね、うん、とりあえずみんな印象的にはあんま良くないということでまとまってますけれども見ていきましょう、インタビュールームオープン、イブラヒムさん、あのこれだけは絶対に食べられないものってあります？トマト、えということで正解はトマト即興でした、まあだよね、おもんないやおもろい側じゃないから俺うわ、フレンデキレスな感じかこれ、あーなるほどね、鎧の中調べてほしい書いてねえよ何も、カンニング入ってるわこれ、こんなカンニングマジ伝えられてこれ多分逆転してくるぞこっから一気に追い込めよここから、言い方のテイストも完璧ね、完璧や、トマト、トマト、オッケー、オッケーは言ってない、オッケーは言ってないわ、ごめんごめん、カノエコーのノリだってそれオッケーは言ってなかった、僕イケメンオッケーのやつね二度と言わねえだろうな、イブラヒムが言わないから今日だけの貴重な瞬間だったはい、行きましょう、ドラえもんで一番欲しい秘密道具は、え、俺はこれちょっとさすがにヒント言っとくわ、これ俺ドラえもん詳しくないから調べた、え、うん、あ、調べた中で、調べた中で、あ、これいいじゃんで選んだ、ローレンから開けます、ローレンの回答オープン、独裁、オッケイ、オッケイ、今日2回目のオッケイ出る、もしかしたらマジオッケイじゃねえんだよ、はい、じゃあエビを開けようかな、はい、エクスアレビアの回答こちらです、ドン、その嘘本当です、何それ、いやこれだよ、いやもうドラえもん秘密道具ランキングティアー1ぶっちぎりでこれだけの違いだけど、どうしようってないけどね、強い、詳しいこれマジでこいつだからピックワーバン、はい、じゃあフレンの回答開けようかな、行きましょう、フレンの回答オープン、どこでもドア、え、これじゃないことある、はいはいはい、権利的にやめてやめました、はい、もう今完全にやる流れしましたね、ナイストライ、もう怖かった、ナイストライ、本当にね、ナイストライやめて、ちょっと権利も怖いしね、権利的にちょっと権利も怖いよ、ギリセーフセーフセーフ、これギリ過労死大丈夫です、はい、さあクザ君の回答を開けていきましょう、オープン、イエス、ドラえもん、見え見え見え、読めんて、見えない、ちょ待って、ふさいどくわじゃん、イライライライ、より読めん、なんか青見た後だとより読めん、ここダメだここダメだ、こするなこするな、ちょっとね、いらない天丼だったかもね
ちょっとやられてんのだ。まあでもドラえもんをあそこまで道具扱いするのはやっぱイブラヒムだなとは思いました。何俺道具扱いしたことあるみたいな言い方すんだよ。あそこまでやっぱり もう正解前提なんだ。えこいつ便利だなさすがにライバーはみんなあの道具欲しがるよなとか言ったもんな。言ってんなと。はい、なるほどなるほど、はい、なるほどなるほど。4次元ポケットとか答えちゃうタイプの人なのかもしれない。ね、そう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 、確かに、ね、答えちゃうタイプやめて。つまんないやつみたいな。あの3つのお願いはって言ったらお願い増やしてっていう人ね。怖いやつね。増やせばよくねっていう。ドラえもんに配信させようとしてるってことだよね。でも便利便利とか言って。さあ、うん、この中にあるんでしょうか。インタビュールームオープン。イブラヒムさん、あのいきなり変な質問かもしれないんですけど、はい、ドラえもんで一番欲しい秘密道具は何ですか。まあ、これはですね、はい、まあ、見つけたんですよ。調べたら、調べていただいて、はい、その名もグルメテーブル掛け。はい、答えはグルメテーブル掛けでした。イラミさん、これは、いやいやいや、これはね、はい、え、どういう意味。まあ、ウーバーイーツですね、これ。テーブルに、はい、そのグルメテーブル掛けを掛けて、うん、好きな食い物を想像したりか言うかすると出てくるっていう。めちゃくちゃいいじゃん。めちゃくちゃいい。めちゃくちゃいい。あ、確かにな。もしもボックスでさ、その上位のものが最優先だよ。やめて、ティアデバトルしないで。そのピンポイント便利道具でいいわけよ、俺は。ああ、なるほど。謙虚なところが出ちゃったね。なるほどなるほど。人間性がね、はい、しまったということで。フェアに行きたかったのね。そう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 。ちなみになんですけどもうクズラさん、それは何。グルメテーブルトマトオッケー。グルメテーブルトマトオッケーしてるの。グルメテーブルかけね。なんでそれトマトオッケー。トマトね。トマトちっちゃ。トマト出てきて嬉しくてオッケー。オッケー。今日2回目のオッケー出ましたよ。あなたにとってのメイフとは。クザくんから開けていきたいと思います。クザさんの回答オープン。かけがえなくたっていい。なんかクザさん、なんだかもう G めっちゃ綺麗やん。それクザさん、ごめんなさい、ご自身で履きました。もちろんもちろんもちろん、ほらすごい綺麗。ほらほらほら、それもう黒背景に白の字にしてくれ。あれ、なんかそんな字綺麗でしたっけ。あ、俺結構あれっすよ、なんかすごい名人を持ってる、ね、52段とか持ってますし。この真剣に考える流れでノイズがすごいのよ。フォントで回答してくるっていう。いや、ボケをさ、文字が多いと太くすんのめんどくて。いや、ちょっと習字っす。はい、細いかな。さあ、ローレンの回答開けましょう。ローレンの回答オープン。戦友。うわあ。とかね、これ一戦友じゃなくて、イブは、まあでもたまに機会ないと喋んないしねみたいな感じなんですよ。うん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 。どんだけ多分友達って思ってても仲間みたいな、うん、言わない、恥ずかしくて言わないんで、けど、うん、やっぱデビューしてから4年間ずっと一緒に走ってきたみたいなことで戦友みたいな。おお、はい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 、彼はしましたね。いい、彼はその表現をしてた。はい、エビを開けていきましょう。エビをオープン。はい、良き仲間であり、良きライバルですね。ライバルって書いて戦友だよね。そう、ライバルって書いて戦友。まあ、ほぼ言いたいことは一緒だね。でも、なんか家族とかではない、なんかその、そういう距離感ではないけど、でもお互いにここまで競い合いつつ一緒にやってきたみたいな、ちょっと深い意味がこもってます、うん、本当に深いです。こんな簡単な言葉ではまとめられなかった、正直。最後フレン見ていきましょう。フレンの回答オープン。友達。おお。仲間とか友達とか、はい、なんか同じ LINE で見てくれてる感じがしているので、うん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 、照れくさくて友達って書いてないかなと思いました、はい、なるほど。いろいろ浮かんだけど、まあ友達かって、うん、言うかもしれないということで、うんうんうん、この中でニュアンス一番近い人は一体誰なんでしょうか。いやいや、だって E がスパイスだから、これ実は。いやいや、質感で戦う。もうないよ、お前は。もうないよ、お前は。もうないよ、質感で戦う。これが大事なんだ。いきますよ、インタビュールームオープン。イブラヒムさん、これまあすでに聞いた質問かもしれないんですけれども、はい、あなたにとってのメイフとは。そうっすね、まあ原点にして頂点にして原点。正解は、マジか。
原点にして頂点にして原点でした。まあほぼ一緒か。全員やってるこれ。まあ、一緒これ一緒は。俺ごめんけど書き忘れたけど、戦友ってのがタイトルでサブタイトルで原点にしてる。サブタイトルで。なるほど。後からぐちぐちと。誰を一番にします？うわー。書き始めたその人。ニョロニョロいらねえんだよ。反則だろ。反則負けないやつ。反則すぎる。ニョロすんなお前。さあこちら一番近い、まあ、なんかそのあったんかあったんだよね俺。すいませんサブタイトルをしてた。俺サブタイトルやりました実は。わあ、そのだから変化球度合いというか最後にその裏切る度合いで言うとクズハンになっちゃうんだよな。いやさ、お前がぶどうたちだね。立っていい立っていいが、あ、原点に戻ってるんだっていうその、あ、確かにね。超感謝か、じゃん。超文章構成、まあ、裏切る考察チャンネルとして後でメニューにするんで。おい、この立っていいについて参加、はい、で、イブラヒムは本当は50人いるっていう説明するんで、この後名言でやるので一人だけ内容薄くないか。すごいにわか感あるけど大丈夫か。まあまあまあ原点イコールねかけがえないものなんで、おおクズハ正解で100点。おおおおマジかよ。なるほどなるほど。ということでクズハに100ポイント入ってイブラヒム王となりましたのはクズハ。マジ？ええどこでどのチームだ？いいの。分かってんの全員が。分かってんの。ハニカム構図なんすか？何の盛り上がりもないのよ。うちは説明してもらえたら本当にできないです。何の盛り上がりもなくてもうなんかスタッフいじり始めてるじゃんその画面構成。はい。104.5 おめでとう。おめでとうございます。じゃあクザさん優勝インタビューしたいと思います。今日やってみてどうでしたか？いやまあやっぱりねみんなデッドヒートだったんでもう一個の差でしたね本当に。本当にそれはそう。いや俺が優勝でオッケーって感じです。街で起きればいいんだよ。おほ、レイゴレイゴレイ。駅行きます。おほ、ズドンに来るやつをフィジで破壊。おほ、わわわわ。なんかじゃない。